シェル、なかなかね聞かないかもしれませんね。セーシェルという国なんです。小さな、ね、島なんですけれども、アフリカ大陸から1300キロと、ね、離れたところに、インド洋、ね、ここに浮かぶ島なんですけれども、115個のいっぱい島があります。これをまとめてねセーシェル、インド洋の真珠と呼ばれています。とってもね綺麗な島です。で全部合わせても宮古島ぐらいの大きさしかないと、まあ、そんな、ね、小さな島々に巨大なゾウガメが住んでいるんですよね。通常、ね、ゾウガメといっても100年以上はね、軽く生きると言われていますが、確かな記録が残ってるってなかなかないんですよね。世界最長寿、ね、200歳と言われていましたので、どのような、ね、カメか見に来ましたね。マヘ島から、飛びましたね。飛んで、はい、綺麗な海に広がってますね。次に、ね、向かったのはバード島です。このバード島っていうのは鳥が多いんです。鳥が多くて、例えば到着してちょっとね、散策したらバード島だけにバードだらけ、足のね踏み場もないぐらい鳥がいっぱいいましたね。これはねセグロアジサシです。もうブンブン飛び回ってるんですよ。で、繁殖期になると100万羽以上がバード島に集まります、ね。生息数は300万羽を超えることもあると、まさにね、バードだらけの島バード島ですね。驚きましたね。あとは白アジサシという鳥、綺麗なね白い鳥がいるんですが、木の上でじっとしてるから何かなと思って見てたらお腹にね卵があったんです。卵を抱えていた状態でも木の上ですよ。巣がないんです。このように分かれた枝のところに卵をポンって置いてそこで抱卵する、温めるですね。初めて見ましたね、白アジサシの抱卵。そんな珍しい生き物を見ながらぐるぐる島を回って、エスメラルダを探しました。島にね住んでる方に聞いたんです。そうしたらエスメラルダは北西の、ね、農場近くにね暮らしてるよと。ね、人間じゃないんだからと思いますけど、簡単な、ね、地図を書いてもらってそれを見ながら真っ先に向かいましたね。そうしたらねポコッと農道にねでっかい岩がポコッと、ね、で近づいていったら、まあ、ゾウガメでしたよね。すぐ分かりましたね、エスメラルダって、ヨボヨボでした。120センチ超えた大きさでしたね。大きかったですね。で気になったのはね背中にあった傷、ね、農場のねトラクターとねぶつかったみたいで甲羅がね陥没したんですよ。ここはね傷口可能してしまうと困るということでガムテープで、ね、クロスに、こうペタペタと、処置されてましたね。大丈夫かと思います。しっかり消毒もしたということですね。一般的に、まあ、カメってなかなか感情を出さない生き物だと思われているんですけども、意外とねカメって気持ちが顔に現れます。性格はね様々で、どんな、ね、人に懐くものも、ね、いれば人見知りのものもいますね。エスメラルダはねどちらかというと人見知りの方ですね。少しね動いて餌となる草を見つけて食べるだけのそんな生活を送ってましたね。特に決まった寝床もなかったように思えます。もう途中で止まって寝ちゃうんですよ。でそのまま朝まで。こういったカメ、まあ、ゾウガメ、自分が好む場所ってあるんですよ。好んだ場所があって、そこからね遠くには移動しないで、いつもそんな辺りをブラブラしているというのがリーカムだと思います。少しね仲良く、ね、なりたいなと思って、私ずっとね、そばにいたんです。ある程度距離をとって、
そうしたらね、だんだん私の存在になれたのか、次の日にはね、行っても怖がらなくなりましたね。また来たって感じで、こっちをちらっと見て、興味を持ってくれたようでした。で、ここのね、ゾウガメは触ってもいいんですけどね、私が触ってももう嫌がらない。すごいですよ。警戒心が解けた。あと、もう頭触って、で、喉触っても、喉なんか弱点ですからね。驚かないで、ね、私と遊んでくれましたね。詰められたのを目にもね、輝きまして、私の方に来ておねだり、なんか餌くれっていうことですよね。私が持ってきた、パパイヤの葉っぱ。食べてますね。うん、はい、思い出しました。よく食べてます。噛む力はね、そんな強くないんですけども、よく見るとね、歯のほら特徴ね、カメって一枚歯ですね。例えばワニガメ、カミツカメも、刃物のような、ね、鋭い歯が上に一枚、下に一枚ありますね。ゾウガメも同じような作りなんですが、顎の力がそれほど強くないんです。そのためによく見るとノコギリのような形、ね、ギザギザしているのが分かりますか。それで葉っぱを裂いて、ね、食べる、そんな特徴があります。体を持ち上げてますね。うーん、泣いた泣いた、興奮してます。うーん、泣いた、興奮してますね。前足上げて、おねだり、もっともっとって言ってますね。大好物ですね。食べ物見ると変わりますね。ね、あと舌をね、うまく使ってますよね。ネバネバした舌を器用に使って、葉っぱがね、落ちないようにしています。噛み切った葉っぱもそうだけども、ね、食べるのが上手なカメは噛み切った後も口の周りについた葉っぱをね、舌を使って口の中に引き込んだりしますね。美味しそうに食べれます。はい、200歳を超えるねと言われるエスメラルダ、鱗ちょっと見てください。これエスメラルダの甲羅なんですけども、甲羅の鱗ね、一つずつこう模様のように見えるのはこれ鱗なんですね。この鱗は小さなもの、ね、それが徐々に下から、ね、成長した鱗が盛り上がっていく形で大きくなっていきます。例えばお皿の下に一回り大きなお皿をつける、ね、そのお皿のまた下に、一回り大きなお皿をつける、ね、そんな感じで甲羅って成長していきます。こう筋がまたねあります、見えます。これ年輪なんですけども、これ数えていくと年齢が上がります。縁は比較的ね、新しい時代のもの。中心に行けば行くほど古い年代のものになります。さすがにもうエスメラルダの年輪は、ちょっと全部数えられないですね。ね、摩耗してしまって年輪が見えない状態だから、確か年がね、わかりません。体をね、こすったりしますから、この年輪消えちゃうんですね。地元の人に聞いたら、いや200歳じゃないよ、220歳だよと。別の方に聞いたら、いや240歳だよと、ね、どん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 年が増えていきましたね。年齢、確かな年齢は分かりませんが、今のところ200歳、ね、超えていると言われています。過去にもね、200歳を超えるようなゾウガメ、いたようなので、本当長生きするんですね。アルダブラゾウガメの繁殖ですけども、意外とね、産卵数が少ないんですよね。年に1回しか産まないこともあるし、 2,3 回産むんだけれども合計で10個ぐらいとか、このくらいの卵を産みます。このくらいの卵、大きい卵あったね、ちょっと。あったあった、卵ありましたね。ほら、これがアルダブラゾウガメの卵です。こんな感じ、大きいですよね。
きさもね、あるからな。52ミリ。ね、5センチぐらいの卵を年にね、10個。まあ、それ以上産むこともありますけれどもね、意外と産卵数が少ないので、人間に乱獲されてしまうと、その数をどんどんね、減らしてしまうんです。1800年代ね、植民地時代だったんですが、密猟者にね、捕まってかなり数が減ってしまったということだったんですけど、今のようにね、繁殖して数をね、増やすようになったようですね。まあ何匹いるか分かりませんが、まあ10万頭前後いるようですけどね。ゾウガメたちはのんびりね、セーシェルの島々で暮らしていました。このように、今までね行った国とか地域、これからもどんどんね紹介していきますので、楽しみにしてください。